雑談生配信今日もやっていきたいと思っております。ということで今日はですね、これから北九州に向かいまして、福岡北九州フェニックス、改め、北九州下関フェニックス、独立リーグの野球チーム、九州アジアリーグに、所属するですね、野球チームのですね、年間報告会ということで北九州島で、行ってまいります。まあ、そこでですね、いろいろお話を、していったりとか、選手たちとかとね、交流会もやっていきたいなと思っております。という中でもね、クリスマス、夜の稽古は続いておりまして、絶賛稽古中でございます。大事なことというお題でお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、これサムネイルに使ってる写真をね、昨日ちょっと試作したですね、長野の安曇の最高級のわさびを使った、寿司ずんだ餅みたいな。ずんだ餅は、まあ、もちろん、大豆を使うわけですけれども、そうじゃなくてですね、わさびでずんだ餅風にしてしまったというですね、そういったメニューを遊びで作って昨日出したりしたんですけど、我々和牛マフィアグループ、いろんなレストランでですね、様々な創作的なというか新しい料理を作ったりとかしております。中でもね、この、立ち食い寿司で寿司マフィアっていうのを作ったんですけれども、ここの料理は非常に変わっていて、例えば、岩手県の遠野屋さんの最高級のどぶろくにですね、イクラ、醤油漬けのイクラをですね、ぶち込んで、で、錦鯉風に見えるんで、錦鯉というショットにしてみたりとか、まあ、つまり、お米の代わりにどぶろくを使ってるわけですけれども、まあ、そういう遊び心って、なかなか普通の寿司屋から奪われないんですね。これが、その職人さんとそうじゃない人の違いで、職人さんというのはですね、長年かけて習得した技術をそのまま使うのが、まあ寿司屋って普通ですよね。だから何年も修行してたら、その修行先のやり方を基本的には踏襲して、まあちょっとだけ自分らしさは出すにせよ、ベースの技術は多分変わらないと思うんですね。だけれども、それからではもちろん革新は生まれないわけですよね。でも、かつてそうだった、そういうシステムだった、まあ今でもそう、大半の人たちはそうなわけですけれども、これ何が違うのかっていうと、まあ今は SNS とか YouTube とかそういったものでですね、新しいことをやってる人たちが、まあすぐ可視化されるわけですね。で、試しにやってみたらやっぱりうまいわけですよ。だからまあ変なところで修行したりとかしたら、そのスキルレベルも低いし、変な、まあ、大したことないことを、御所を大事に守り続けるみたいな話になっていくし、そもそも、職人の、徒弟制度みたいなものって、職人をあんまり増やさないために、過当競争にならないように、あえて時間をかけて、教えていたみたいなところもあるだろうし、まあ、教えるメソッドが確立してないとかですね、効率的な教え方ができてないとか、今だとね、動画教材とか使えばできるわけですけれども、まあ、未だにね、義務教育の現場で、まあ、小学校とか中学校で、教員免許持ってる先生が普通に教えてるのが当たり前になってるのと同じで、まあ、必ずしも教えるスキルが高いというわけではなく、単純にその教員免許の試験に通ってるっていうだけで先生をやってるわけですね。もちろん、教えるのが上手い人もいるでしょうけど、教えるのは大してうまくないんだけれども、まあ、とりあえず基本的な勉強してたら免許ってのは取れるので、そういう意味で教員免許を持ってるだけの人っては結構いますよね。でもそんな人たちに、現場で教えなきゃいけないから。ということで、教科書とそのたくさんの教員っていう今のシステムが出来上がってるわけですけれども、今だったら別にその授業を受けるだけだったらオンラインで、一人の先生が何万人相手にしていようが平気なわけですけれども、それはしかも教えるのがうまい。